こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は JR 西日本山陽本線、JR 神戸線の兵庫駅から和田岬駅までのたった一駅だけの路線、和田岬線をね、沿線を歩いて景色を見てみようという、そういう動画になります。よろしくお願いします。まずおさらいなんですけども、和田岬線は先ほども言いましたように、JR 西日本の兵庫駅から和田岬駅までのたった 2.7 キロだけの線路になります。建設されたのは1888年、明治21年と非常に古くてですね、当初は山陽本線を作るために海から資材を持ってくるために作られた路線だそうです。近年は和田岬駅周辺にある工場へ通勤するための旅客輸送や、周辺にある川崎重工兵庫工場で作られた電車なんかがね、運搬されるためにこの和田岬線を使っているので、ご存知の方もいるのではないかなと思います。で、ダイヤはご覧のようになっておりまして、非常に需要に即した路線になっているのではないかなと思います。本当、朝と夜しかなくてね、昼間は一本も走ってないんですよね。なので、乗ったことがあるという方もね、少ないのかなというふうに思います。さて、今回の動画はですね、2.7 キロの路線なんでね、まあ歩いていけるんじゃないという感じで、まあちょっと歩いてみようということになります。私も近くにね、おばあちゃんが住んでいたこともあって、何度もこの兵庫周辺をね、行ったことがあるところなんですけども、実際に兵庫から和田岬まで歩いたことっていうのはないんでね、どんな景色が見えるのか楽しみでもあります。それでは早速行ってみましょう。さて、まずはね、駅の兵庫駅からなんですけども、この駅の南側、今いるこのレンガ時期のね、この結構立派な広場があるんですけども、この南側を含めて全て、鉄道用地でした。兵庫駅の南側にはね、広大な貨物の駅があったりしまして、今いる場所もね、たくさん、線路が並んでいまして、貨物のホームがあったなというのを記憶してます。でね、現在は、このちょうどまっすぐ地上からね、ずっと駅へ入ることができますが、昔はね、ここ全部線路があったんでね、この辺りに。なんで、確かこの兵庫駅の南側からは地下道を利用して兵庫駅に行ったのを記憶しております。さあ、それではね、まあ、ホームは向こうにちらっと見えているんですけどね、和田岬線の線路沿いをね、早速歩いてみようかなと思います。はい、先ほどね、歩いていたところから少しね、道をそれまして、目の前にはね、和田岬線のね、兵庫のホームが見えます。現在はですね、このホーム、少し中2階っぽい感じでね、高架上に、若干高架上、高架って言えないかな、まあ、若干こう、地面からこうレベルがね、上に上がってますけど、昔はね、この周辺にあった貨物のホーム線路と同じレベルにね、ちょうど駅の1階分に和田岬線の乗り換えのね、改札がありました。まあ線路がね、電化の時なのかな、それともこの辺がね、開発された時なんかちょっと記憶は定かではないんですけども、まあいずれかのタイミングでね、この兵庫駅の和田岬線のホームは少し昔よりもこうレベルのね、高い位置に現在はあります。今は日中のね、電車のない時間帯ですのでね、ホームも非常に静かですね。昔貨物のね、鉄道用地だったところは、今ね、映したみたいに UR のね、賃貸住宅ができてます。非常に立派なんですよね、これね。で、道のね、右手の方は立派なね、この賃貸住宅できてますけども、この左手の景色はね、昔とあまり変わってないな、というふうなことを感じます。まあ確かに昔よりもマンションは増えたかな、という感じがしますけどね。
はい、だってね、5分から10分ぐらい、歩きまして、まあ、ゆっくり歩いてますんでね、まあ、それぐらいかかってるんですけども、ちょうどね、先ほど説明したように、このキャナルタウン兵庫と兵庫貨物駅ということで、昔は貨物駅があったんですよという表示がね、こちらにあります。これがね、昔の兵庫駅の駅舎らしいですね。なかなか瓦屋根、ね、三角立派ですよね。この柱なんかがね、綺麗に装飾されているのがなかなかいい感じですね。まあ、こちらには渡岬線がちょうど兵庫駅を出発してね、こう左へぐーっとカーブするんですけど、ちょうどねこのカーブの位置にあります。渡岬線がずーっとここからねカーブしていきます。はい、このマンションは結構昔からあるなはい、それを覚えてるんですけどね。で、現在はねこの兵庫駅からこの渡岬までをこれね、2.7 キロを結ぶ非常に短い路線なんですけども、昔はねこの金棒前駅とかいうのがあったり、途中でね、このずっとこう分岐して、今現在では神戸の中央市場のあるあたりまでね、貨物線が伸び出たりという感じで、意外とね線路もいろいろとこう分かれてたみたいですね。はい、それではこちらの方向へ向かっていきます。はい、渡岬線の踏切、明治通り第一踏切となります。この踏切沿いがね、昔私がよく景色を見ていたところということになります。ちょっと踏切でね渡ってみましょう。まあ今列車ほぼ来ないんでね。で、今ではね、線路が向こう側に単線ありますけども、昔はねこちら側に線路があったように思いますね。現在ご覧のようになってまして、ちょうど線路のね、この右側の辺はね何もないような感じになってるんですけども、前はこっちに線路があったような感じを記憶してますね。はい、振り返ればこんな感じになってます。ちょうどねあのカーブのね、右手あたりから川崎重工のね兵庫工場に分岐する線路があったりします。まあ少し行ってみましょうか。こちら側ね渡っていくことにします。先ほどの見切りはねここにあります。こちら兵庫運河のね、まあ、ちょうどこう終点っぽいような感じですよね。先ほど映像にもありましたが、このサイロ増田製粉のサイロになります。昔からねでっかいのがねあって、すごくねあでっかいなと昔からずっと思ってました。はい、で今正面にねマンションがあると思います。ちょっとこう周りのね大きい建物の間にちょっとポコッとあると思うんですけど、これがね渡岬線が昔建設される予定地だったところに建ったマンションだったみたいで、なんかちょっといびつな感じしてますね。ここからねずっと向こう側の方へね渡岬線、伸びるような計画もあったみたいですね。はい、今ね正面右手に見えているのは国道2号線の明治橋になります。上はね阪神高速ですね。この辺りはねこう2つにこう分かれているんですけどね、上下線が。で、兵庫駅からですね渡岬まで、まあ、歩いて線路沿いをね歩いていこうと思うと、微妙にねやっぱりまあ道の関係で外れてしまうこともあるんですけど、ちょっと先ほどね私が撮影した運河の上の橋があそこになります。線路沿いに歩くためにはこっちからずっとこうね渡っていきたかったんですけど、この辺りってね道がないんですよね。なんで、ちょっとこっちからねぐるーっとこの建物の向こう側を回り道して、現在のところへおります。はい、向こうの橋の車が止まってるあたりからねトンネルでこの明治橋下へ抜けれたと思いますのでね、まあ、また線路沿いへ戻っていくことにしましょう。
はい、正面にはね、警報器も遮断機もない踏切のマークということでね、線路があります。こちらがね、川崎重工の標工場、車両を作っている工場ですよね。今はね、ここ手動なんですね、ポイント。こちらがね、兵庫駅の方向になります。ここからね、分岐して、車両工場の方へ入っていくのがこちら、渡辺崎線がこの右手の線路になりますね。はい、今日は撮り鉄の人はあまりいませんね。静かですね。はい、こちらがね、和田岬線明和通り踏切となります。兵庫の現在のね、神戸の中央市場の方に分かれていた貨物線分岐する線路ってね、確かこの踏切を越えたこのマンションのあたりにこうぐーっとこう分かれているような形だったかなと思います。ちょっと地図を載せておきますね。まあ、こんな感じになってます。ここからもね、建物が線路沿いにありまして、線路沿いをね歩けませんので、少し道を離れてこちら側に歩いていきます。はい、こちらがね、和田旋回橋ですね。現在はね、回らないように固定されているようなんですけども、いや、実物こんなにね近くで初めて見たんですけど、橋のね、橋桁のあのレンガ造りのところとかね、なかなか古いのが残ってますよね。見てかっこいいですよね。さらにここに列車が走ったらね、なかなかいいかなと思うんですけども、線路沿いをね、こう兵庫駅からこう歩いていきまして、結構ね、今日はえらい正面から人が歩いてくるなと思ったんですけど、こちらの橋をね、向こう側から渡ってきたわけなんですけど、ちょうどねこの背後にね、スタジアムがあるんですよね。そこで今日はね、サッカーの試合をしてたようで、人がいっぱいね、歩いて兵庫駅に向かっているのかなと思います。こっちにもね、橋があるんですけど、人がすごく歩いてるの分かります？いやーね、これ渡辺崎線走ったらね、なかなかいい乗車率になったと思うんですけど、それでも渡辺崎駅が無人で、ホームもね、ちっちゃいですからね、こんなに予算人が来てもちょっと危ないかなと思いますんで、そういう理由もあって、JR もね、列車を出したりはしないのかなと思います。いやー、この和田旋回橋なかなかいいですね。正面に見えるのはね、渡辺崎線三崎通り踏切になります。踏切のこちら左手に見えるのはね、神戸100年記念病院、昔の金坊病院だったかと思います。大きな病院がねありますね。この病院の向こう側にね、スタジアムありまして、先ほども言いましたようにね、今日はサッカーの試合ということで、かなりの人がね、正面から歩いてきます。はい、こちらからね、渡辺崎駅はもうすぐそこといった感じになります。あとはね、線路沿いをこっち側ね歩いていけると思いますんで、行ってみることにしましょう。こちらはね、渡辺崎線の三崎方町踏切、そしてね、すぐ近くにある向こうの小さい踏切が笠松通り踏切となります。いやー、ちょうどねこの三崎方町踏切は人がねかなりいるのと、踏切がね結構幅が広いんですよね。道路の幅が広いんで、ちょっとこのね、折れた遮断棒なんかがね、私ちょっとお気に入りなんですけども、大きめの踏切となります。
駅はもうすぐそこになります。はい、目的地の、ね、和田岬駅に到着です。背後にはね、サッカー帰りの人なんでしょうか、かなりね、人がいらっしゃいますけども、ホームの方にもね人がいますよね。列車はねあと 2,30 分したらね、来ると思うんですけどね。でこのファミリーマートのあるところ、こちらにね和田岬駅の歩みということで、昔の写真なんかもねあります。昔はねこんな駅舎があったようです。私もね子供の頃にはここを見たことあったはずなんですけどね、あまり記憶に残ってません。昔の貨物の路線なんかはこんな風に分かれてましたよということで、いろいろとこう書かれている説明の名板もあります。はい、ちょうどこの正面ね、幹線道路があるんですけど、昔はここにこう陸橋がこうずっとこうありまして、市電が上を通ってたらしいですね。はい、まあ、それがこんな様子になります。旋回橋の様子はね、動画の方でも先ほどお伝えした通りですね。なかなかかっこいいですよね。でこの渡崎砲台については三菱の工場の中にありますんでね、どうやったら見れるんでしょうかね。まあ、だいぶこの工場の向こう側にあるんでね、ちょっと見に行ったことはないんですが、ご存知の方はコメント欄でよろしくお願いします。はい、さて今日実はですね、103系は走ってない日となりますので、ダイソーでね何が来るのかなとちょっと楽しみなんで、乗って兵庫駅に帰りたいと思います。はい、それではね兵庫駅に到着です。今回ね、沿線沿いをこう歩いてみまして、やはりね、和田岬線って意味があるなというのを感じました。兵庫駅からね和田岬まで、まあ、道路はたくさんあるんですけども、やはりまっすぐ行けないんですよね。で、やはりこう兵庫駅から和田岬まで4分5分ぐらいで列車に乗って行けてしまうっていうのはね、まあ、非常に便利だと思います。まあ、神戸市営地下鉄の和田岬駅もありますけどね、そちらだとまあ三宮の方からまあ来れるんですけども、やはり JR で、ね、乗り換えて和田岬に行けるっていうのは通勤する人なんかはね大きなアドバンテージなんじゃないかなと思います。沿線は古い建物がねまだまだ残っていたり、旧線の計画の跡とかね、いろんなものも見ることができますので、皆さんも少し歩いてみたらいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。